モスクワのクレム人の生新女福音大聖堂。聖新女福音大聖堂の十字行をモスクワのクレム人にある生新女福音大聖堂は、生新女福音祭を記憶するロシア正教会の大聖堂である。ブラゴベシェンスキー大聖堂ないしブラゴベシェンスキー寺院とも呼ばれるが、これは、聖新女福音祭を表すに由来するロシア語名である。聖新女とは、正教会において、 聖母マリアを指すシータイプシロンタウカッパといった神を生みし女、神の母を意味する各言語における称号の日本性協会における直訳的な訳語である。生新庄福音祭とは生仮民上マリアにイース・ハリストスが宿ったことが天使から告げられたことを記憶する祭りであり、これを記憶するのが生新庄福音制度である。カトリック教会の受胎告知に相当するが、 聖教会では、受胎告知の語彙は用いられず、したがって、聖教会の聖堂に、受胎告知聖堂などの訳語を当てるのは適切ではない。生信条福音大聖堂内のイコノスタス。1484年から1489年にかけて、プスコフの石膏たちによって建設された。当初は単縁外式の聖堂であったが、イヴァン来帝の時代に四つの聖堂が四隅に、 付け加えられ、新しい円外が設けられ、さらに計9つの玉ねぎに似た屋根も加えられた。屋根は金メッキを施された銅板に覆われており、金色に輝くクーポルと白い壁の対比が、この大聖堂の特色となっている。長い年月をかけて作り出された複雑なシルエットは、同じくモスクワのクレムリンにありながら出実な明晰性を持つ。 生信女終身大聖堂とコントラストを成している。大聖堂は、ツァーリとその皇族が、方針霊に参与する場となり、この聖堂の新品は20世紀に至るまで、歴代のツアーリとその皇族たちのいた会期密を担当してもいた。この聖堂のイコノスタスには、アンドレー・ルブリョフ、フェオファングレク、プローホルといった聖教会において、歴史的に極めて重要な存在であり、 かつ有名な15世紀頃のイコンダ形が手がけたイコンが用いられており、大聖堂の司法となっている。ありがとうございます。